味ナインティハンアンブレラ当選したからサクッとレビュー。 Facebook の検証で見事当選し傘が届きました。箱を持った感触でも軽さが分かります。軽い、とにかく軽い。中国語は分かりませんが、このアイコンで概ね何が優れているか分かります。それでは開けてみま。どうしました？しっかりテープで止まってました。ハサミ、傘ですから破らないよう気をつけて。そういえば何色かを確認しませんでした。グレーと黒があるようですが、どっちでも良いんじゃないですか。あ、黒ですね。お、なんかスタイリッシュ。合格証、福建省が産地みたいです。地蔵前のようなおっさんは何持ってもスタイリッシュにはなりませんから、安心して使ってください。カバーする袋も同封、ちゃちゃっと伸ばして。おお、思っていたより大きい。無駄に背の高い地蔵前でもこの大きさならちゃんと雨を防げそうですね。そしてさっと畳めます。なんといっても軽い、 300g くらい。バングッドさん、良いものをありがとうございました。どこかに忘れてこないよう大事に使いましょうね。ご視聴ありがとうございました。